2022年明けましておめでとうございます。ということでですね、2022年1年間の予想ということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速1月からですね。1月、まあこちら去年の末に RED エータと表に亀裂がね明確になったので、この RED の分裂がさらに激化していくのかなと思います。エータ表だけじゃなく、まあ石田だったり SBK あたりもどっちかに揺れ動いていくのかなと思いますね。で、そしてその次に2月ですね。2月は分裂状態の RED、そして内紛で解散の危機になっているマスカレードですね。この両軍の解散マッチが行われると。で、その結果マスカレード解散となるんじゃないかなと思いますね。そしてその次に3月ですね。3月はですね、吉岡がついに登場してくる。そして正式に RED 離脱を発表するんじゃないかなと思います。吉岡やっぱ最後退場するときに、まあ RED を非難する。まあそんな形で退場していったので、まあ離脱は濃厚なのかなと思いますね。そして4月にですね、土井が新ユニットを結成。まあメンバーはね、ミノーラはずっと誘ってきて、ミノーラを中心としたユニットになって、まあそこにミノーラのパートナーであるジェイソン、そして若手、としてね、飯橋兄弟が入ってくるのかなと思いますね。はい、そしてその次5月ですね。まあ5月は例年通りならね、毎年恒例の金網決戦があるので、まあそちらのメンバー予想はですね、春、美濃浦、瑛太、氷、大和、石田となっておりますね。まあ春、美濃浦、マスカレード解散して、まだちょっと構想するのかなと思いますね。で、瑛太と氷の内紛絡み。で、まあ、石田もそこに入ってくるのかなと思いますね。5人が入り乱れとるところにですね、まあ、大和が巻き込まれる形で金網に入ってくると。まあ、大和はね、もう7年連続金網に出場しているので、まあ、今年も金網に入ってくるのかなと思いますね。そしてその結果ですね、瑛太が RED から追放されるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてその次が6月。6月はキングオブゲートがね、例年通りだったら行われるので、そこで、美濃浦がキングオブゲート初優勝となるんじゃないかなと思います。そして7月に美濃浦がドリームゲート挑戦、そして体感するんじゃないかなと思いますね。今年は美濃浦の年になるんじゃないかなと個人的に思うので、まあ、キングオブゲート優勝、そして体感まで行っちゃうんじゃないかなと思いますね。そして8月に、これ RED がまあ解散、新しくね、ヒールユニットの名前を変えるんじゃないかなと思いますね。まあ、これエータがもし RED からいなくなるとですね、もう RED 自体オリジナルメンバー、結成時のメンバーが一人もいなくなるので、まあ自然的に解散とかになるのかなと思いますね。はい、そして9月にですね、これエータ、そして吉岡を中心とした新ユニットが結成されると。まあ、やっぱエータもね、これ RED から抜けた場合、無所属でやっていくっていうのもちょっと考えにくいので、まあ、ユニットを作ると。で、そこでまあ、吉岡だったりね、あと同期のマリア、そしてまあ、ちょっと若干今、どういうポジションなのかわからないマシンジェ、まあ、この辺が入ってきて新ユニットになるのかなと思いますね。はい、そして続いて10月ですね。10月は奥田がまあハイエンドを裏切り、ヒールユニットへと加入すると。まだ一度もね、ドラゴンゲートでヒールポジションに行っていないので、まあそろそろ動き出すのかなと思いますね。はい、そして続いてが11月ですね。11月、清水がですね、ナチュラルバイブスを裏切り、ヒールユニットに加入をすると。まあやっぱりナチュラルバイブスもね、ずっとあのまま6人で行くかって言ったらそういうわけにはいかないのかなと思うので、まあ今年の末あたりですよね。その辺で、まあ清水が動き出すのかなと思いますね。はい、そして最後12月にですね、これドラゴンダイヤが登場をしてくると。まあダイヤではなくなると思うんですけど、新たにマスクをかぶるのか、まあそれとも素顔で活動するのか、まあその辺もかなり注目なのかなと思いますね。はい、なので今年2022年はですね、大きく動く年になるんじゃないかなと思うので、かなり注目なのかなと思いますね。はい、ということで、まあ今回この動画もチャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの2022年に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回これです。